はい、皆さんこんにちは、陰キャ転生がついに彼女が家に来たんですが、毎日彼女から怒られる日々らしく、なんか言ってたのがオフ動画の時のアーケンさんが陰キャ転生を見る目と彼女が陰キャ転生を見る目が同じらしい。ああそうだよ、なんか陰キャ転生が彼女を見る目じゃなくて、え違う違う、だからアーケンさんって陰キャ転生のことを邪険に扱うのね。あそういうこと、うん、で彼女も邪険に扱ってるらしい陰キャ転生のこと。悲しいね。ちなえなんか普通の状態でそういう風に見られるの。まあそうだね。えなんでな、何してんのっていうこと。ゲーム。え何が、誰が。俺が。いやいや、そうそうだね、それは知ってるけど、その彼女は何でそんな 怒るというか、なんかそんな呆れてんの。部屋汚かったから。まさかお前彼女来るまで部屋掃除してなかったもしかして。それは実はバックストーリーがあって、しょうがない理由があって、あのコノさんがバイクで事故ったせいで陰キャ転生はできなかったっていう、一応ある理由は。あ理由あるな、一応ある。まあ、俺の中の計画では前日全部終わってるはずだったのが、ちょっと次の日ひどしになったせいで。そうだね。まあその一応コノさんが悪くなってくる、それは。でも絡み合ってんだストーリー。今、彼女が掃除してくれてるんだけど、それ見た感じ、別に一日で全然終わんなかったから、全然無理だと思う。じゃあお前が悪いじゃねえか。じゃあお前じゃん。悪いから。え、彼女今何やってんの？今は、掃除はだいぶ終わって、うん。めちゃくちゃ首ブンブン振ってるわ。え？お前横にいる状態でお前掃除やらせてんの今。え、ちょっと待って、お前どういうこと？え、お前横に彼女いる状態でやってんの今。いや、違う。え、どういうこと？横、え、じゃあ、彼女はただ横に首をブンブン振ってる人ってこと？日常的に。いや、遠くの方にいるから今、話しながら言った。いや、です、呼んでよ。いやで。え、動画に出てもらおうよ。彼女さん来るの？うん、彼女さん来るって。いや、です、呼んでよ。え、何、呼んでどうすんの？え、だから、なんか戦わせようよ、なんか。話聞く。陰キャさんの嫌なとこで3つぐらい聞きたいわ。来る？ああ。アーケンさんと同じ反応された。なんて来るって言ったらふいって。もう家出せもう終わりじゃん、お前終わりみたいな感じ。え、どうせ何日目それ。今3日4日。もう終わりだ。前途多難って感じ。3日目でえ、なんか手伝ってあげたりはしたの。なんかえ、なんだよ、はなんだよお前。え、なんか手伝ってあげたりとかしたの。なんか彼女が不機嫌な時。うん、お前、お前今、心ここにあらずみたいな感じだろ、お前、それ。何やってんの、お前。いや、どうしようかなって。なんて言うかな。あ？いや、この、普通に、ちょっと花粉症と目が変えすぎて。ああ、泣いちゃったのか。かわいそうに。じゃ、彼女呼んできてよ。ちょっと動画に出てって言って。動画出る？動画出てって。出るんじゃなくて。動画出る。今、ムーンって顔してる。動画出てって。声だけ。ちゃんとちょっと声優しくなるのいいな。やばい、ニコニコしてたやつ。なんかムカつくね、こいつ。なんかムカついてきたんけ、先生。なんでなんかムカついてきた。出来横行ったら切れてるよ、多分もう。ピリついてるんだな、今なんか。多分ピリついてたよ。ピリついてる。お前にピリついてんだよ、インケ先生。お前が女にうつつ抜かしてるから、出来横がピリついてる。お前、開け方キモ。え？ポテトチップス、どういう開け方します？え、なんか、引っ張るみたいな、こう。あ、わかりますよ。両側を引っ張ってこう。ああ、そう。のり付けのとこを剥がすってことですね。うん。ゆめさんは？俺も上のとこを引っ張るか、背中のところをパッて引っ張る。ああ、なるほどね。パーティー開けみたいな。パーティー、そう。か、まあ、あと切り目もあるじゃん。ああ、そうやね。で、上のとこをさ、ハサミで切るのマジで無理なんだけど。え わかります？え、上をハサミで切んの？そう。ハサミで切って、なんかこう、のり付けを両側から引っ張った風に開けるみたいな。すごくね？なんか、丁寧な暮らしだね。ハサミ使う彼女は。やばい、怒られた。いやですね、動画出てもらおう。動画出る？じゃあ動画出て。今、ティッシュ届けさせてるから、この流れで、こちらに誘い込んでいる。キモいな。投げないで。投げないで。投げないで。こっち来て。ああ、ダメだ。逃げちゃった。なんか、ムカつくな、こいつ。ムカつくね、なんか、だいぶ今の。なんか、楽しそうでムカつくんだけど。動画出て。みんな待ってるよ、お前のこと。
クンさんが動画出てって言ってるって。クンさんが出てほしいな。ムスムスムスじゃないんだよ。もう花粉症でできないから代わりにやって。ちょ、こんにちはだけでいい。あの動画のタイトルに使いたいだけだから、ぶっちゃけ何も話さなくていい。こんにちはで、こんにちはだけでいい。早く死んだら死んじゃねえよお前。え、怖っ。お前の声でお前死んでたよ。こんにちは、こんにちは。は誰の声。は、え、いや、陰キャさんがふざけた時みたいになってなかったよ。陰キャ転生がふざけた時の声にしか聞こえない。なんか俺ら最近こういう、そういう会話しかしないから、こういう、この声で会話するからさ。え、いきまーみたいな。え、ガチ言ってる今。え、今彼女だよ。え、マジ。お前もしかしてさ、お前想像上の彼女と会話してる今。俺が自分で一人二役やってね。本当はお前彼女なんていないんじゃねえの、もしかして。ティッシュ今自分で取ってきてた俺。そうそうそう、本当は頭おかしくなってて、お前一人なんだって今インキャ先生気づいて。一人じゃないよインキャ先生、これはお前に気づかせるためにやってる。よく見てみろ、よく周りを見てみろ。お前は一人だぞ今。正気を取り戻せって。正気を取り戻せ、お前なんかちょっとおかしくなってるから。いやー、じゃあ暇人彼女呼んできてよ。暇人さん彼女呼んできて。体起こすのめんどくさいから LINE で呼びつける。ええ、どういうこと。から、え、隣じゃん。隣の部屋じゃん、別に。そう、でも体起こして大声出すのもちょっとしんどいから。はぁ、今、LINE 電話で。え、呼びつけんの。はい、怖いって。怖っ。あ、ちょっと俺の部屋来て。怖っ。はい、了解。ありがとう。なんかさ、怖くないなんか、ひまじんさんなんか、やっぱり。すぐ来るそうです。なんだこいつ。しっかり教育してるの。なクンさんがこんにちはって言って、ご機嫌うるぼしゅ。やっぱ今やっぱ、なるほどな。クンさん、あ、はい、いやもう渡してくれないよ。え、誰に。彼氏。何うるさい。もう、もう、ありがとう、ありがとう。用事すんだ。動画に乗るからねって言っといて、今の。あ、動画に乗るからね。普通にいいですよ。あ、普通にいいですよ。ありがとうございます。GG!GG! やばすぎ。GG 彼女やっぱ。陰キャ先生、やっぱ見ろ、これだって。寝転んでます、暇人君。おい、やつよ、おい。うわ、余計なこと言わねえ。死ね。お前が悪いよ。お前が悪いよ。お疲れだ。なになに、え、え、え、うるさいから。陰キャだな、はい。出ていきました。お疲れなーってどっか行った。陰キャ人生、これだよ、これ。これが何、これがどういう形。いや、だからこれが求められてる。動画によっては。そう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 。で、俺の彼女今ポテトチップスポリポリしてるわ。あの、ハサミで開けた。パスの情報いる今の。え、なんか、ニートブロイヤルファミリーもう終わりだわ。なんかあの、なんかチーカワの真似してる女と、なんか、わけわからんハイテンションの女しかいない。ニートブロイヤルファミリー終わりです。いや、こっからなんか、紳士畜女に育てるんだよ。いや、だってほら、あの、片鱗はあるよね。ご機嫌うるわしゅうって、もうなんか、お嬢様の会話じゃん。あ、挨拶じゃん。こっからロイヤルファミリーへの道を、一歩一歩進んでいくんですよ。うん。いや、うんって言ってなんか、バカにするけどさ、お前はさ、バカにしてるとこにも入る資格がないんだよ。わかるか。ひどい。おい、わかるか。何？お前、兄弟と、うん。ニートブロイヤルファミリーは、入れないんだよ。うん、この二つは。うちに兄弟のから、浪人すれば、いけるかもしれない。いけるかもしれない。いや、お前も来い。海には招き入れられる。俺どっちも無理じゃん。兄弟も、ロイヤルファミリーも。嘘って。どっちまで聞いてればいいんだよ、この話を。でも、ロイヤルファミリーとか可能性はある。駅横連れてきます。で、俺のことはミスターイケ転生と呼べ。またそれで人減ったの知らないの？世界政府。そういうノリで。うん、人間転生、そういうノリで、お前履き違えてる、お前やっぱり。お前履き違えてるよ。確かにエンペラーあたりで人減ったな。そういえばお前エンペラーとか言い出して人いなくなってる。昨日やばかったよ。昨日大盛況だった。昨日珍しく8人9人来たからな。いやすごい。でも陰キャさんなんかそういうなんかさ、一人よがりの行動してると彼女いなくなるよ家から。
ひまちりさんが言えたことなのそれ。え、え、そうだよ、マジで。俺、誰の金や思てんねんつって。あ、だって。誰の金で買ったと思ってんねんって。え、だってあれでしょ、ひまちりさんなんか、食べ尽くし系彼氏なんでしょ、ひまちりさんって。それだって俺が新しく買いに行ってくるから、ええやん。食っても新しく買いに行くんやん。やばいよね、なんかこの発想。なんかこの発想がもう壊れじゃないなんか、普通に。一緒に食べるとか。じゃあ、うめえもんがあるんだから食うんだよ。バカか。だって、半日放置したり、なんか3日とか放置してる食材を、それ、丸々しようと思ってたのに。いや、ちゃうやん。食ってもう一回買いに行けばええやん。彼女は調理師免許持ってんだからさ、お前がとやかく食せる分野じゃなくない？ちょっと待って、ちょっと待って、調理師免許持ってんの？あれ、その話別にしていいよね。配信してましたよね。え、やばくね？何それ？調理師免許持ってる彼女の、なんか食材とかに手出して、別に3日とか放置したとかでええやろって。いや、もう、食に関してはもう、口出しできないからね、調理師免許に。いや。え、ちょっとね、ちょっと待って、調理師免許持ってるってことは料理めっちゃうまいってこと？あ、うまいっす。え、それなのに、なんか作ったパスタを、なんかこう、再生行こうやとかって言ったの。やばくない？って。じゃあ、それは陰キャさん。それはさっき陰キャさんが俺が飲んだの。やばくない？それは嘘。それは嘘。俺は記憶改ざんしてた。それ陰キャさんの記憶改ざん。俺がめちゃくちゃ、無礼な客だったっていう。じゃあ、一緒に陰キャさんがいて、俺と陰キャさんと彼女の分でみんなで食って、で、美味しいな、言ったら陰キャさんが、パスタ、サイズ行こうかとか言ったから、ただし、呼んできて、確認しない。どう思ってるか確認しない。ダメ？それは何とも思ってない。お腹空いてるっていう話をしてて、うん。まあでも、俺がさ、朝一で行ったからお腹空いてるだけじゃん。うん。本当は夜からさ、配信は。だから、なんか作ってもらうとか申し訳ないから、サイズとか行くとか言ったけど、まあ、彼女さんが作ってくるようになって、ここで一口食って、あ、やっぱサイズで行こうかって言ったらおもろいだろうなと思って言っちゃった。やっぱね、そういう、面白さ優先するのってよくないか。すげえ、陰キャ転生。俺が言ったんじゃなくて、こいつが言ったのに、なんか俺が言ったことにされてたの、俺がいないところで。いや、どっちかが先とは言ったんだよ。いや、お前が先に言ってんの。それはちょっとおぼろげだったけど、いや、でもちゃんと俺はそこは、ちょっと記憶が曖昧だけど、どっちかが先に言って、でも結局、ひまじさんも言ったよね。俺も悪ノリで、ああ、最初行こうか。やばすぎる。この人言ったんだよね。え、キモ。まあまあ、DV 彼氏なんでしょう。でも、もう本人が言ってたもん。言ってたもんな、なんか DV 彼氏だって。DV 彼氏と、DV 彼氏が連れてくる、だるい友達。最悪最悪じゃん、マジで。最悪じゃん、絶対家に入れちゃダメでしょ。あんま受けてなかったかな、しかも。ほら、そうだ。どう思ったか聞けないのかな。どう思ったんだろう、実際。どこ行くか。ちょっと気になるわ。今度聞いといたるわ。今聞いてこいよ、おい。いやー、多分陰キャ転生想像上の彼女なんだろう。ねえ、彼女声出さないもん。うん、多分彼女が来なすぎて気狂った、多分。今時代に彼女横におる。気が狂っているって勘違いしてる、なんか彼女が。いやいや、間違いないよ。だってポップアップストアで4万円分買ってきたのも一緒に。間違いないよ。だからそれ自分一人で行ったんでしょ。だからそれは。え、俺が一人で4万円分え、そうそう、一人で4万円分買って彼女と行ったっていう記憶改ざんしてるやばいやつ。俺普通に昨日ポップアップ行って、ああ、クーさんもね。うん、俺一人で行って誰にもバレなかったんだけど、全然絶対分かんないみたいな格好で行って。な、もったいなくない？え、どうなの？あれってさ、なんか出来事とかもさ、あとから行ったって公言してさ。でもなんか、まあ、見たかったし、なんかどんな感じなのか。いや、まあ確かにそれはね。なんか生の反応を見たかった。相当怪しかったよ。なんかもう、ポップアップストアの前に、なんかこう、マスクと深く帽子かぶって立ってて、で、ずっと店内見てるだけみたいな。怖っ。クソやばい客だった気がする。普通に恐怖もんでしょ。で、スマホポチポチして、スマホに人数とか年齢をメモってた俺、ずっと。何してるかみたいな。え、クソキモ行動してたよ。ギリ通報されて警察に言い訳できないレベルくらい。ギリギリ言い訳不能な感じする。知ったな、なんか画面とか見せたらなんか許されるのかな。あ、ここの人ですとか通用すんのかな。まあ、それだったら許されるかもしれない。最悪だけどな、自分のポップアップで通報されるって相当やばいよ。やってること最悪だよ、マジで。あ、ひまりさん行ったんすよ、ポップアップ。俺まだだよ。一生行かねえじゃん。23日後や。ああ、そっか、再入荷狙ってんのか。さあさあさあ。やってんね。
俺もじゃあ、俺もメモしてきますわ。サングラスと帽子かぶって。通報されたらどう言い訳すんの、それ。通報されて捕まったらクンさん助けてくださいよ。いやいや、俺は知らないよ。なんか、融通聞く弁護士、お願いします。弁護士が来るまで喋らない。そんなひまりさんに目撃が使える弁護士を紹介してやる。はい、ね、挨拶しろ。小渕弁護士だ。お前今、会話を終わらせたって自覚ある？一本動画無駄にするつもりか？俺は自分の務めを全うしただけだ。だる？あれ？終わっちゃったこれ動画。いや、なんか陰気ですよ。つまんないこと言い出したからどうしようかなと思って。どうしよう、こうしよう、何でしょう。これが俺だ。キモ、ほら彼女いなくなるわ。陰キャさんが1ヶ月で同棲解消されないためにするべき3つのこと。風呂に入る、片付ける、散らかさないの3つでしょ、もうそんな。もう一瞬で終わりだよ、そんなの。ちょ、待って、やるか、彼女に。だいぶ簡単じゃん。不満なこと。今聞いてきて、俺の何が不満か3つ教えてって今言ってきて。怖っ。俺への不満点3つ、言って。うるさい。うるさい。汚い。はい。ああ。え？臭い。だそうです。もう終わりじゃん、マジで。いや、ダメだ、もう。臭い。なんか主観的な情報じゃなくて客観的な情報なんだよな。あ、うざいとかじゃなくてね。感情、ダメじゃん、もう俺あらゆる五感に攻撃してるじゃん。でも始まったばっかりなんでしょ？どうせ。あ、そうだよ。だからまだそういう面しか出てこないんじゃない？あ、そう、ずっと言ったら、あの、倦怠期の。もっとなんか、ちょっと、なんか、細かいあれ出てくる。うん、なんかちょっと今は我慢できてるけど、イラってするときにやられたら、なんかこういうのうざいなって思うことが出てくるんじゃない？これから。確かにありそう。もう十分案件さんみたいな感じ。十分もうダメ。終わりじゃん。十分案件さん。いや、先生もう終わりじゃん。それ愛想つけ、つかされるよ。いや、大丈夫。何が大丈夫？心を射止める。だって、なんか臭くて汚くてうざいやつのそばにいたいって思う人間誰もいないよ、多分。ずっと臭い。ずっと臭い。ああ、一時的に？一時的に臭いだけ。ずっとタイミング？歯磨きしてない時とか。ああ、興味深いです。やだなー、めっちゃやだなー、マジで。厳しいもんあるね。人間ですよ、ちょっと厳しいよ、マジで。もう本当厳しい。はい、マジで、危機感持った方がいいよ、本当に。本当に危機感持った方がいいと思う、多分。どうっすね。厳しいって人間先生、さすがに。大丈夫っすよ。汚い、臭いをちょっと解消していかんとな。まあ、臭いに関しては絶対的に余裕だから。汚いもいけんじゃないの。まあ、でも、食べ散らかしたりして汚いとかだったら、まあ、どうしようもないね。あ、そっか。うるせえよ。まあ、終わりだよ。お前もう終わりだよ。昔は陰キャ転生かっこよかったのにな。どういうこと？え、何それ。なんかこう、お前もう終わりだよとかっていう名言を生み出したりしてたけど、今では言われる側になっちまったな。いや、俺は今でも、ゲイケだぜ。なんか、覇気がなくなったわ。キレがないよね、そうそう。うん、俺、しちゃせんとか昔言ってたのに、今はもう、俺はイケイケだぜ。なんか、覇気がないよ。確かに、うるさいって言われて今、気にして静かにしてるんじゃないの。ああ、もうダメだ。もう終わってる。拳弁護士だ。何それ、何それ。もう、ガチいらねえ、サウンドバランドさんね。挨拶しろ。拳弁護士だ。おい、挨拶しろ、拳弁護士だ。もういらない、いらない、そのサウンドボード、電ちゃん流すやつ。え、いるでしょ、拳弁護士サウンドボード。いるよ。なんで？ん？うるせえよ、お前ら。うだうだ、うだうだと。これからの僕はこうです。どうぞよろしく。死ね。じいじ